昨日未明、吉田町の工場で4人が死亡した火災はおよそ30時間経った今朝、鎮火しました火災から一夜明け、きょう4時15分に鎮火が確認されました昨日は夜通し、中のくすぶっている火などを消火作業が行われていました建物の大きさや損壊具合からまだ現場での検証の見通しは立っていません昨日午前1時半ごろ 吉田町川尻のレック静岡第2工場で起きた火災では建物に入った警察官1人と消防隊員と見られる3人の遺体が見つかりました火はおよそ30時間燃え続けけさ消し止められました静岡市によりますと4人が建物に入った時点では炎が見えず煙も少ない状態でその後、大きな音とと,ともに黒煙と熱気が噴き出たといいます。 当時4人は2階部分にいて、建物の中で爆発的な炎症が発生するフラッシュオーバーなどの現象に巻き込まれた可能性があるとということです。3名ともです、ね、非常に熱心に仕事をする隊員で、真面目で繊維感が強い隊員でありました。 爆発後も建物内の隊員と10分ほど無線でやり取りできましたがその後、行進が途絶えたということです。